まあ、普通のラティカセでいいやとか、こう皆さんそういうふうにこう考えがちなんですけども、実際に私も、まあ、音楽を聴くことが好きでですね、自宅で、まあ、オーディオをこうやってたんですけども、世の中でいいとされているオーディオで、高いオーディオ製品買ってもね、いい音しなかったんですよ。なんでかっていうと、作るそのいい音のコンセプトっていうのがどうもこう違うみたいで、で、スピーカーをこう聞き比べてもですね、5枚のスピーカーと30枚のスピーカー聞き比べても音変わらないことってあるんです。広がりのあるというか、玉木と出てきます。特に真ん中でこう聞いてもらうと、収録されてるんですね。皆さんご家庭にあるディスクもそういうふうになってます。で、伴奏がボーンと出てくると、後ろの方にちょっとこうね、広がって奥になってるような、この辺に行くとこう、わーっとこうなることが出てきたりとか。特に問題ないような状態なんです。ディスクもディスクも動きですよね。はい、理論上デジタルのコピーは劣化しませんので、例えばこれを、iPhone とか iPod あるいは Walk とかそういうものにコピーするときに圧縮をかけますよね、 MP3 と。それをすると、情報量が減りますから、ちょっと平坦な音になるんです。ディスクのコピーでしたら、それでは問題ない。